はい、お疲れ様です。今ね、ここは、フライング J じゃなくてね、パイロットっていう、ガソリンスタンド、トラックストップですね、来てます。場所はどこかっていうと、どこだっけ、オハイオ州のね、ロンドンっていうところなんですね。ロンドン、楽しいロンドンっていうロンドンです。このフレーズ知ってる方は、何人いらっしゃいますでしょうか。まあね、そんな感じで、ちょっとね動画撮ってるんですけどね、ね、ガス油をね、ディーゼルを入れるすぐ横なんですけどね、こういう風に、休憩するとこですね。まあ仕事はね、今日の夜のイースタンタイムの11時からなんですよ。で、11時にアマゾンの、こっから10分ぐらい離れたところにね、アマゾンのディストリビューションセンターがあって、で、そこに荷物を取りに行って、で、今度は、次のところ、オハイオのアクロンというところにね走っていくんですけど、それが2時間ちょいぐらいかかるんですけどね、こっから。で、そこに行って、で、その後、荷物、トレーラーを下ろして、で、また違うトレーラーを引っ張って、今度はイリノイのクレストヒルっていうところに帰ります。今ね、時間は8時前なんですけど、もう寝ててもね、あんまり寝すぎたので、もう寝れなくなったので、仕事時間まで、仕事開始時間までね、起きて、ちょっと涼もうかなと思ってます。はい、こういう感じです。はい、ぐるりとね、回って。はい、じゃあまた後ほどです。はい、もうそろそろ到着です。このね、道沿いずっと、走って、この先ね、右に曲がって、で、左側手に見えてきます。この辺ね、なんかプラカードがね、いろいろ立ってて、で、よく見たら人募集してるみたいですね。で、よくよく見ると時給18ドル、時給18ドルで働きませんかっていう広告がね、いっぱい道端に貼り出していました。はい、ここです。到着しました。はい、これからね、ゲートの方に向かって行きます。ここはね、午前中来てて、で、荷物を下ろして、で、そのままね、ボブテールで近くのトラックストップに行って、10時間のね、休憩して、で、またここに戻ってきて、で、荷物を、トレーラーを引っ張って、今度オハイオ州のアクロンの近くのね、アクロンですね、アクロンに行きます。前にね、人が、運転手が使えてるから、ちょっとまだ行けませんね。
That's it. Thank you. はい、前のねスクリーンに521番のねところにもう荷物ができてるってなってます。校舎をね先に通しましょう。521番これね、ドアじゃなくてね、床こっちのねパーキングロットの方に、止めてます。400こっちかな、521。こっちが500番台ですね。521。はい、このトレーラーですね。はい、じゃあタブレットの方もねちゃんと打ち込んで、トレーラーの方もカップルしました。だからこれから、アクロンの方に向けて出発です。U ターンします。こうまっすぐ行って右に曲がったらね左に U ターンせんとダメなんですわ。だからちょっとね違う U ターンしてで左に曲がって左に曲がってねまっすぐ行けるようにした方が行きやすいのでそういう進路を取ります。
ここはね、まだバックでね、駐車ね、やりやすいんですよね。周り街灯がいっぱいあってね、見やすいからいいんですけどね、あの場所によっては全く街灯のなくってね、どこをどうバックしてるのか全く分かんないっていうところもありますからね。だからここは本当にまだできたばっかりですからね、Google マップでは畑の中なってましたから、まだ本当に新品の建物ですね。はい、この人ちゃんとうまくパーキングできました。これね、右で待ってるのがね、ボブテールで待ってるのがまだ荷物できてなくってね、ここで待ってる人たちなんですよね。これね、前と後ろにカメラがあって、でカメラでライセンスプレートをね、確認してるんですよね。OK っていうことですね。はい、本当ね、ここは楽勝ですね。オフィスの方にね、トラック降りて、行かなくってもいいし、もうそこにね、外側手にゲートがあるんで、そのゲートで全部、スクリーンで表示されてね、もう行ってくれってすぐ連絡があるので、本当にここは楽なところでした。はい、じゃあこれから次の目的地に向かって走っていきます。はい、アクロンに到着しました。今ね、ゲートの人と話が終わって、でこの持ってきたトレーラーをね、指定された場所にドロップします。604番って言ってましたからね、ちょっと探さんとダメですね。はい、ここね、アクロンで今荷物出来上がったので、カップリングね、カップルして、今トレーラー引っ張ってます。でこれからね、ゲートを出てシカゴの方に帰っていくんですけどね。いや、ここでね、荷物できるのだいたい1時間ちょっと待ちましたね。まあいい休憩になりました。うん、ここ
ここもね、新しいビルなんですよ。だから、Google マップで見たときはね、コーン畑の中でした。でもね、こんなに立派なビルがね、倉庫が建ってるなんて、ちょっと、やっぱり、アマゾンはすごいなって思いますね。今、勢いのある会社ですわ。多分こっから何時間かな、6時間ちょいぐらいね、かかります。シカゴの方まで帰るのにね。でもまあ、ストレートに帰るんでね、もう、どっか寄るとかじゃなくって、まあちょっとしんどくなったら休憩ちょっとして、ぼちぼちと帰っていきますけども。ここのゲート、やっぱりね、新しいビルは綺麗ですね。今ここでね、ゴーサイン待ちです。前のモニターがね、グリーンになったんで出発 OK です。今はね、朝のこれイースタンタイムね、ニューヨークタイムですね。それで3時13分です。はい、じゃあこれから出発します。これね、駐車場めっちゃ車止まってますね。これ中でみんな働いてるんでしょ。かなり結構人が働いてますね、これ。